広島風のお好み焼きは初めてですか？そうですね、それっぽいのは横浜とかにもあるんですけど、広島で食べるのは初めてですね。実際今作られてるの見て、はい、そうですね、まだ全くわからないですけど、やっぱあの蕎麦が入ってる、麺が入ってるのがいいなと思います。広島焼きっていうのどうですか、見てみて。そうですね、自分僕は地方行った時に一回食べたんですけど、広島で食べるのは初めて。美味しいですね、やっぱりキャベツとあと麺が麺を挟んで、普通のこの麺とやっぱ違う。美味しいですね。気に入ったコメントないのかな。マジで。うまい。広島のお好み焼き最高。